はい、どうも、ストボクとコーダイです。アイロンです。マティです。はい、ということで、はい、今回こちらファンタジースパーオブロの国にですね、はいはい、まあ、3人で熱波師検定 B を取ろうじゃないかということでね、はいはい、検定を取りましょう。やってきましたけど、うん、気が早いんじゃないですか。そうね、いやもうこれですよ。これこれ3人とも、マティさんちょっと半袖短パン気が早いんじゃないの。なんせ無類の僕はサウナ好きでね、まあ、全国各地施設回っているので、本当ですよね。サウナスパ健康アドバイザー、サウナスパプロフェッショナル管理士の資格を保有はしているんですけどもね、はいはい、今回しっかりと熱波師の技術を学んでいきたいと思います。それでは早速、はい、オブロの国ファンタジースパ行ってみたいと思います。レッツゴー。こっちこっち。靴をロッカーに入れましょうか。僕は大体こういうところは僕はサウナって番号を選ぶんですよ、うん、おこれサウナなんですね。サナサウナですほらサウナですサウナ、はい、サウナですね、はい、僕もサウナです。僕もね弁護士ね、井上勝正さんが方ですよ、神ですよ。激推しされてますね。そうでね、まあここでマッサージも受けたことあるんですけど、まあマッサージ師の方とかね、うん、こう熱波師の方が乗れ欲しいですね僕も。これうまいですよ、サバカツ、うん、カレーとかあと、まあ、麺類とかちょっと塩気のあるものが多いのはやっぱりサウナに入った時に汗で塩分がこう体外に出るんで、はい、こういうのを食べたくなるんですよね。ここはね料理も美味しいんで。パネッパってなんですか。パネッパは井上さんの決め台詞です、うん、パネッパって言いながらやっていきます。あ、お風呂の匂い。はい、失礼します。お邪魔します。あ、すごい、すごい、あ、広いっすね。ね、すごいね。ねえ、ロハスですね。だってコーダー来たことあるんだよね。あるよ、水風呂が深くていいんだよ。え、この熱い湯のとこ何度あるんですか。ちょうど23度。打たせ湯とかもあるんだ、すごいな。いや、風呂文化ってやっぱすごいな。あ、洗いましょう。じゃあ流してって。これがないね、あれがない、あれが。これで どこまでやるんですか。あ、見ないと。あ、教えてください。できるわけです。 OKOKOK。 お母さん、聞かせてもらって。聞いてくださいね。ここやったら、こっちに行っちゃいます。で、これ一個一個だ。それから、下を1個最後にね。すごいちゃんと掃除してんだね。結局ね、こするしかないですよね。あ、やばい、それで2回目があれか、仕上げでそれでいくんだ。手際はむちゃくちゃいいですね、やっぱり。プロですね。やってみましょうか。どうする。洗い終わった頃にアイロンはもう武術の達人になってるかもしれないですね。え、もうあの明日にでも働けるように頑張ります。やっぱ吸ってね。いや、ここは一個でいい。これいいの。これやるときだけが一個で、さっき間行ってましたから、ね、ここまで来るよ。ここまで行って、ただこそ真ん中。あのね、振りながら離れて熱血シューズを持ってね、振りながらこれをこっちに持って。あ、なるほどね。OK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 。 バイトできるわ。朝ね、バイトしに来てもらってアイロンに。あれっしゃ。はい、よいしょ。じゃあ850円。支払ってください。1050円。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ。ネパのトレーニング、はい、アウフグーストトレーニングですね、はい、やられてどうですか。普段受ける側として、まあ、全国福祉回ってるんですけど、うん、こんなに過酷だったのかと。そうだから、でもっていうライブのステージとか、まあ、また違ったなんかきつさがあるなとか、うん、音楽もこうライブをして人を笑顔にして楽しませる。でアウフグースとか熱波受けてる時もやっぱ気持ちよくなって、うん、その後笑顔になるので、うん、いつもまあ拍手して、はい、ありがとうございますってやってたんですけど、はい、よりそこに感情がこもるなと。あ、そうですか、はい、実体験として、はい、
出ますよね。僕熱波やるときって、うん、まさに108連発やってるんですよ。すごい。煩悩の数。まさに永遠に。永遠に。とは。とはですね。なるほどね。そこにかかったんですね。そうかかったんです。ねえ。108だもんね。やばい、すごいですね。あの座学なんですけど、うん、はい、分からないことを分からないまま帰らないでください、はい、疑問を残すなということですね。疑問を残さず、でこれお配りしたテキスト、はい、テキストをお配りしてますが、はい、実はですね、これには大切なことを書かれていません、うん、なるほど。そう、今日これに沿ってお話しさせていただくんですけど、はい、皆さんの心の中に入れてください、はい、でどこかで、まあ、熱波やるライブやる、うん、でその時に自分の言葉としてニューヨーク社に伝えてほしい、うん、はい、ロウリュウです、はい、ロウリュウご存知ですよね、はい、これは単に熱い水蒸気のことです、うん、明確な定義があって、うん、いつまでも滞留しない、うん、でやがて消え去る、うん、それがロウリュウ、発生する水蒸気、うん、でその水はかけ流しでないといけないと、うん、それがフィンランドのロウリュウの明確な定義、うん、かけ流しなんですね。なるほどね。で皆さんに今日トレーニングしていただくのは、はいはい、アウフグースって、はいはい、何らかのアイテムを使って風を送る、で全てアウフグース、アウフグース、バスタオルでやっていただいた、はいはい、というのはちゃんと理由があって、はい、ロウリュウというのは発生させて上に滞留する、そのロウリュウを包み込んで下に下ろして前に送るっていうのはバスタオルでしかできない、うん、なるほど、あ、そっか、うちわっていうのは放射状にしか、そうですね、あ、空気が広がらない、風の流れがね、でコントロールできないです、はいはいはい、あれはアウグス用のバスタオルで開発されたやつですか、うん、あれはもうあれに至るまでにやっぱいろんな試行錯誤した、ね、マジアスリートの動画ね、確かにでお風呂も基本シャワーを浴びてる友達がいて、はいはい、サウナも入ったことがない、はい、で一緒にサウナに行ったんですよ、はい、で要は汗をかく習慣が本当にないやつだったんで、あ、まあ、サウナ入ろうって言ってサウナ行ったんですけど、もう僕が大量に汗かいてるのが、はい、ビタッて一滴も出てないみたいな、うん、なんか時間があったんですよ、うん、で全然汗をかかなくて、はい、やっぱ汗をかく習慣がない人は汗って出てこないんだな、出てこないです、おそらく水分摂取も足りてないです。で体は汗として水を体の外で出すのをやめてしまう。なるほど。どうなのかというと、うん、もう体温の上昇、うん、それを抑えられない状態になる。これ熱中症です。ああ、そうですね。あっという間に熱中症、ね、うん。どうしたのかというと、水分が足りなくなるからです。ああ。体が止めるんですか。そうですね。危険だと思ってたぐらいですよね。そうですね。それがあることなんだ。だから十分にサウナ入る前は水分を摂取してください、うん、はい、ということです。よくサウナ施設でポップで免疫力アップしましょうと書いてあると思います、はいはいはい、免疫力っていうのはある一定ラインより上がると思います、どうなの、上がらないです、うん、ただ下がることはあるんです、うん、でその免疫力アップしましょうっていうのは下がったやつを元に戻すということか、うん、なるほどね、体をある一定時間体温を上昇させて体内の消毒すると、はい、でそれを冷やすことによって免疫力っていうのは維持できるっていう、これは研究結果出てるんで、うん、これからのだから未来にはサウナは必ず必要であると僕は考える、うんうん、確かに、ここまでで熱波試験でビーチ学校、はい、終了させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、長い時間になってしまいました、ありがとうございます、ご清聴ありがとうございました、ありがとうございました。